石炭とは古代の植物が完全に腐敗分解する毎日中に渦漏れ、そこで長い期間地熱や地圧を受けて変質したことにより生成した物質の総称。見方を変えれば植物化石でもある。石炭は黒いダイヤモンドと称されたこともある。特に産業革命以後20世紀初頭まで最重要の燃料として、また、 化学工業や都市ガスの原料として使われてきた。しかし、第一次世界大戦前後から、感染の燃料が、石炭の2倍のエネルギーを持つ石油に切り替わり始めた。戦艦機から中東での油田開発が進み、第二次世界大戦後に、大量の石油が採掘されて1バレル1ドルの時代を迎えると、産業分野でも、石油の導入が進み、西側先進国で、 採掘条件の悪い港内掘り炭鉱は捨てれた。1970年代に2度の石油危機で石油がバレルあたり12ドルになると産業燃料や発電燃料は再び石炭に戻ったが日本国内で炭鉱が復活することはなかった。欧州の露天掘りなど採掘条件の良い海外鉱山で機械化採炭された安価な海外炭に切り替わっていたからである。 会場に動きも原油に次いで石炭と鉄鉱石が多く30万トンの大型石炭線も収益している。他の化石燃料である石油や天然ガス等と比べても燃焼した際の二酸化炭素や硫黄酸化物などの有害物質の排出量が多く地球温暖化、大気汚染の主な原因の一つとなっている。日本では一般的に石炭と呼ばれるようになったのは 明治初年に西欧の最短技術が入って、特にドイツ語スタインコランを和訳したものとされる。それ以前は地方によって古兵太、石炭、岩木、粘維子、カラス炭、カラス種などと様々に呼称されていた。現存するデータンチキリタップ質原石炭は数千万年前から数億年前の植物が固定や海底に相乗に堆積し、 地殻変動や作り山活動等による地圧や地熱の影響により変化し、濃縮して石炭化したものである。特に石炭の生因植物となっているのは、石炭期時代の湿地帯で森林を形成していた巨大なシダ類と第三期時代の信用樹類などと考えられている。古生代においては、菌類等の分解者がまだ出現していなかったり少数派であったため、 大量の植物群が分解前に埋没していた。植物の遺体が分解されずに堆積する場所として、湿原や湿地帯が挙げられる。これらの場所においては、植物の主体は酸素の少ない水中に沈むことによって生物による分解が十分進まず、分解されずに残った組織が泥炭となって堆積する。泥炭は植物が石炭になる入り口とされている。 他の生因として大規模な洪水で大量の樹木が固定等の低地に流れ込んで土砂に埋まることも考えられる。地中に埋まった植物は年代を減るに従って泥炭、活炭、液性炭、無煙炭に変わっていく。この変化を石炭化と呼ぶ。地中に埋まった植物が地圧や地熱を受けて石炭になる変化を総称して石炭化と呼ぶ。 これは多様な化学反応を伴った変化である。セルロースやリグニンを構成する元素は炭素、酸素、水素であるが、石炭化が進むに従って、酸素や水素が減って、炭素濃度が上がってゆき、外観は褐色から黒色に変わり、硬くなってゆく。炭素の含有量は、データ炭の70%以下から順次上昇して、無塩炭の炭素濃度は90%以上に達する。 科学的には、植物生態由来の脂肪族炭化水素が、脱水反応により、低炭、活炭になり、次に脱炭酸反応により、歴生炭となり、最後に、脱メ炭反応により、方向族炭化水素主体の無塩炭に変わっていく。植物が石炭化する速度は、地中での圧力や、温度の影響を受ける。日本は寒帯平洋作り山帯に位置し、 地殻変動が盛んなため、諸外国の産地よりも高温、高圧にさらされて石炭化の進行が早いとする説もある。石炭は元となった植物が繁茂していた時代に相当する地層から産出される。古生代の地層は石炭が産出する地層としては最も古く、産出は無塩炭が主体。古生代に繁茂していた植物は 現在のシダ類やトクサ類の祖先に相当するが、当時の代表的な植物である林木は高さ30メートルになる大木で大森林を形成していたと考えられている。中世代は、ソテツやイチョウなどのラシ植物が優勢となった。この時代の地層から産出する石炭は、海外ではほとんど歴生炭だが、日本で産出するのは無塩炭が主体である。 新生代第三期の植物は、現在に近い樹種が主体。産出する石炭は、外国では石炭化の低い活炭が主体だが、日本の炭鉱では、歴生炭が産出される。植物の体は、セルロース、リグニン、タンパク質、樹脂などなどで構成されている。このうち古生代に反模したシダ類ではセルロースが、四十から五十パーセント、リグニンが二十から三十パーセントで、 あり、中世代以後に主体となる新葉樹類ではセルロースが50%以上、リクニンが30%である。これらの生態物質を元にして石炭が形成された。シルル気後期にリグニンを有した植物が登場した。歴史上上陸した植物が立ち上がるためには、セルロース、ヘミセルロースを固めるためのリグニンが必要であった。リグニンを分解できる微生物が、 その当時はいなかったので植物は腐りにくいまま地表に蓄えられていった。これが石炭の由来となる。石炭機に石炭になった植物は封印木、林木、露木などであり、大量の植物が腐らないまま積み重なり、良質の無塩炭となった。石炭機以降も石炭が生成されたが時代を下るに、従って生成される石炭の量も質も低下することとなった。 白色腐朽菌は地球上で唯一リグニンを含む木材を完全分解できる生物でリグニン分解能を獲得したのは古生代石炭期末期頃であると分子時計から推定された。石炭機からペルム期にかけて起こった有機炭素貯蔵量の急激な減少は白色腐朽菌のリグニン分解能力の獲得によるものと考えられている。石炭の化学構造の例 歴生炭石炭は炭素の濃集度合いにより石炭度の高い方から無塩炭、歴生炭、亜歴生炭、活炭、亜炭、米炭に分類される。日本で一般に石炭と呼ばれているものはこのうち無塩炭から活炭までである。なお、石炭度は発熱量と燃料費を用いているが国際的には一般に揮発分が用いられている。原料として 製鉄用コークス、石炭化学工業、都市ガスなどに使用されるものを原料炭、燃料として火力発電や一般産業用ボイラー、セメント回転炉燃料などに使われる石炭を一般炭という。石炭は形状、または粒度から大きい順に切り込み炭、解炭、中解炭、小解炭、粉炭、微粉炭に分類される。 ワイオミング炭鉱の露天掘り石炭は太古の植物の遺体が堆積したものであるため地中には地層の形で存在する。石炭の鉱山を特に炭鉱と呼び炭鉱が集中している地域を炭田と呼ぶ。石炭の層が地表または地表に近いところに存在する場合地面から直接ドラッグラインという巨大なパワーショベル等で掘り進む露天掘りが行われる。 アメリカやオーストラリアの大規模な炭鉱で多く見られる。中国の武人炭鉱は700年ほど前から露天掘りがなされたと言われており、当時は陶器製造のための燃料として用いられたとされる。その後、新潮は風水に害ありとの理由から採掘禁止としていたが、1901年政府許可の下で民族資本により採掘が始まり、その後ロシア資本が 進出、さらに日露戦争後は、東西鉄道及びその付属地は、日本の手に渡ることとなり、1907年には、南満州鉄道の管理下に移って、安山の鉄工業の発展に寄与した。20世紀初頭、ウェールズには600以上もの炭鉱があり、約20万人が働いて、経済を支えていた。1911年には、石炭は、重量で、 輸出の9割を占めていた。一方で近深いところに石炭がある場合、日本の在来最短法では炭層まで縦庫を掘り、その後炭層に沿って水平、または斜めに掘り進む。石炭は層状に存在するので採掘は広い面積で行われるため、放置すれば採掘現場の天井が崩れ落ちる危険性が非常に高い。石炭を採掘する際には、 天井が崩れないように支柱を組むなど様々な対処を行いながら掘り進む。従来最短法では手持ち削岩器とダイナマイトの併用が多かったが、採掘も手間がかかり、崩した石炭をトロッコに積むのも手作業で、掘った後に支柱を組むので能率が悪かった。オーストラリアやアメリカ合衆国などでは日本に比べ、校内掘りでも炭層が水平で厚く、厚さ数メートルにも及ぶ場合があり、 ロングウォールという一種のシールドマシンによって機械採炭を行っている。これはこのアザ断面のシールドを横に長く並べ、この字の内側を気食器のシャトルのようにドリルが往復して炭素を削り取っていくものでベルトコンベアで石炭は機械的にトロッコに積まれていく。正人員で生産能率が露天掘りに次いで高く低コストである。ロングウォール炭鉱の場合、 上層から最短して最短後の空間は支柱を立てずに崩す場合もある。最近は中国などでもロングウォールを取り入れている炭鉱もあるが人件費が安いので依然従来最短法の鉱山も多い。旧ソ連などでは石炭を地層内で不完全燃焼させガス化して取り出して最短を簡略化するというかなり乱暴な手法も研究されていたようである。 比較的埋蔵量の多い国は、アメリカ合衆国、ロシア連邦、中華人民共和国、古希作り山体で多く産出される。炭素が厚く、広範囲に分布することから露天掘りが多い。輸出向けの実績は、オーストラリア、インドネシアが顕著に推移。インドネシアは良質な歴生炭の埋蔵量が減少傾向にあり、今後は荒れ生炭の生産量が増加していくものと、 見られる。うちは2017年の埋蔵量。うちは上位5国の2018年の産出量の割合。年号計は約78.13億トン。平成29年の主要消費国上位6カ国は中国、インド、アメリカ、ロシア、ドイツ、日本である。日本はオーストラリア、インドネシア。 中国、ロシアなどから年間約1億8000万トンもの石炭を輸入している。日本の炭鉱はアメリカやオーストラリアの大規模炭鉱と比べて地層構成が複雑なため石炭は地下の深部にあることが多い。そのため何キロメートルにも及ぶ行動を掘り採掘していたが労働条件は悪く、後日のようにメタンガスや粉塵による爆発事故。 落盤などが多発し、多くの殉職者を出してきた。明治維新以後石炭は燃料や工業原料として使用量が増大した。北海道、福島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県が主産地で、最盛期にはこれらの地域を中心に全国に800以上の炭鉱が開かれ、第二次世界大戦中に年間産出量は6000万トンに達した。 終戦後急激に減少し、その後産業の回復につれて、産出量は再度増加した。1950年以降ほぼ5000万トンを超えるレベルに回復したが、石油の大量輸入、コスト面で外国産のものに立ち打ちできないなどの問題で1961年をピークに徐々に衰退し、2002年以降国内で、 創業している港内掘り炭鉱は北海道の釧路炭鉱の一箇所のみとなった。この炭鉱のある釧路炭鉱は推定埋蔵量20億トンと大規模であり炭素が厚く水平に広がり機械化採掘が容易であることから最短技術の継承と海外技術者の研修受け入れ先としても活用されている。2007年度以降年間60万トン体制での採炭を続けていた。 しかし、石炭価格の高騰に伴い、国産石炭もコスト競争力を持つようになってきたため、露天掘り炭鉱が次々と開発される。また、福島第一原発事故後、国内の原子力発電所が順次運転を停止する中、電力会社は電力の安定供給のため、既存の石炭火力発電所をフル稼働させるようになったため、採掘事業者に対して、 増産を求める動きもあった。2015年度の石炭生産は、港内掘りと露天掘りを合わせて120万トン弱で、内訳は、港内掘りが約47万トン、露天掘りが約73万トンとなっている。2018年度は96万トンが国内で生産された。主な日本の三端地稼働中の炭鉱割り出店、3、港内掘り炭鉱について、 北海道庁2017年11月26日閲覧4露天掘り炭鉱について北海道庁2017年11月26日閲覧すべて平山石炭が他の鉱石と著しく異なる点はよく燃えることでありそれによる大規模な炭鉱災害がたびたび発生している炭層内に含まれる メタンガスが突然噴出し引火して爆発したり、炭鉱内に飛散した石炭の粉塵に引火して、炭塵爆発を起こしたりなどで、多数の犠牲者が出た事故が、過去何度も発生している。犠牲者が最も多かったのは、日本統治下の満州の本慶湖炭鉱で1943年に発生した炭塵爆発事故で、死者の数は1527名に達した。 日本国内の事故では1914年に北条炭鉱でのガス爆発事故が死者687名を出している。1910年頃までヨーロッパでも死者300人を超える事故があったが、1913年のイギリスのセングヘニス炭鉱事故以後、欧米では犠牲者300名以上の爆発事故は発生していない。それに対して日本では1963年の 三池大抗単人爆発事故で458名の死者を出している。アメリカにある炭鉱都市のセントラリアは1962年に発生した校内火災で町全体に退去命令が出てゴーストタウンと化した。現在も地下では火災が続いており地上では煙が上がっている。石炭は一般家庭や産業分野で利用されているが 産業分野では、電力分野、製鉄分野、コークス製造分野、土壌改良分野などで利用されている。また、石炭からは各種の誘導品が製造される。古代ギリシアのテオプラストスの記録に石炭が鍛事屋の燃料として使われたと書かれている。ほぼ同年代の中国戦国時代でも石炭を使用した遺跡が見つかっている。かつて、 中国河北で壮大に用いられたとされ、同時代の江南では木炭、四川では蓄炭を利用していた。日本での工業仕様は、江戸時代で蓄放炭田の石炭が瀬戸内海の生園に用いられた記録がある。元禄年間に貝原駅圏が表した蓄前国属風土器によれば、日本の蓄前では山野に露出した石炭を念石と称して、 庶民が焚木の代用燃料としていたようで、風呂や煮焚き用に日持ちの良い粘石を用いたと表されている。イギリスは国内に豊富な石炭資源を有し、一部は地表に露出していたため700年以上前から燃料として使われていた。18世紀にイギリスで産業革命が始まり、製鉄業をはじめとした工業が大規模化した。 燃料消費量が増え従来の焚木や木炭を使用した工業システムでは森林資源の回復が追いつかなくなる問題が持ち上がり工業用燃料として石炭が注目され始めた。1904年製の蒸気機関車シティ・オブ・トレロー18世紀になってジェームズ・ワットによって蒸気機関が実用化され燃料として石炭が大量に使用されるようになった。 また同じ頃に石炭を還流したコークスによる製鉄法が確立され、良質な鉄が安価に大量に生産できるようになり、産業革命を大きく推進させた。19世紀末になると、コークスを製造する際の副産物として出てきたドロドロの液体コールタールを原料として、石炭化学工業が始まり、染料のインディゴン、薬品のアスピリン、ナフタリンなどが作られるようになった。 石炭と石灰岩を高温で反応させてできた炭化カルシウムからアセチレンが作られ有機化学工業の主原料となった。燃料としての石炭は工場の動力のほか鉄道や船の蒸気機関の燃料として使われた。都市の照明や暖房、調理用に石炭由来の合成ガスが使われた。これは 石炭の熱分解から得られたガスで、最初はコークスを作る際に発生するメタンや水素を主成分とするコークスロガスがロンドンのガス島などに使われた。次にもっと大量に生産できる都市ガスが開発された。灼熱したコークスに水をかけて得られる一酸化炭素と水素からなるガスで大都市で1970年代まで使用されたが、 便利ではあるが毒性が強いものであったため現在では、毒性の少ない天然ガスに切り替わりつつある。19世紀末から20世紀中旬にかけて、先進各国の都市では、工場や家庭で使用する石炭から出る培煙による、公害問題が大きくなっていった。第一次大戦で活躍したドイツ巡洋艦、M 電、石炭燃焼による目立つ黒煙は敵に見つかりやすい。特に、 ドイツにおいては、地政学的な理由から、英国のような高品質の火力の高い無塩炭の入手が困難であったため不利な条件が重なることになった。20世紀に入ると、石油の採掘技術が発展し、アメリカ国内、中東、インドネシアで大規模な油田が開発されて、大量に安価に入手できるようになった。石油は液体なので貯蔵、移送が便利な上、 発熱量が大きく、倍煙が少ないので、石炭に代わる燃料として使われるようになった。1910年まで、世界の海軍の使用艦艇の燃料は石炭であったが、イギリスでは1914年に巡航した、軽巡洋艦、アリシューザ級と1915年巡航の戦艦クイーンエリザベス級以後の艦は、燃料を重油に切り替えた。 日本などの国々でも1920年代以後に建造された缶の燃料はほとんどすべて石油に切り替わった。他の分野では石油への切り替えは少し遅れた。鉄道分野では当初動力者として蒸気機関車のみしかなかったが、1940年代にはアメリカで高出力ディーゼル機関車の本格運用が始まった。ドイツは第二次世界大戦中に 輸入が途絶した石油の代替として、石炭液化技術を実用化した。これは高温高圧の条件下で石炭と水素を反応させて、炭化水素を合成する方法であった。第二次世界大戦で敗戦した日本は疲弊した、国内産業の建て直しのために国策として、石炭の増産を実施し、戦後の復興を遂げた。当時火力発電はほとんど石炭を燃料としていた。 しかし1960年から発電用燃料として石油の使用量が増大し1970年代には石炭のみを使う火力発電所は新設されなくなった時期があった。また季節の石炭火力発電所も石油使用に改造された。しかし2度のオイルショックを経て石油の価格競争力が石炭や天然ガスに劣るようになったため 1980年以降は原子力発電を主力とし、石炭火力発電と天然ガスを用いたコンバインドサイクル発電を組み合わせバランスよく使用するように方針転換されている。ただし、化学工業の原料としては、現在圧倒的に石油が使われている。現在の化学工業の基本となっているのは、石油の低沸点部分な房を原料としたエチレンである。 二度の石油危機以降、原油価格が上昇し、発電、工業用、ボイラ燃料、セメント焼成燃料は1980年代に再び石炭に戻った。一方で、石油代替燃料のライバルとして天然ガスが登場した。しかしながら価格が最も安価なため、1980年代以降も、米国や中国では、 石炭火力発電が発電の大きな柱となっている。日本では、東京電力、中部電力、関西電力のような大都市圏の電力会社では、比較的天然ガスの比率が高いものの、地方の電力会社では、沖縄電力が2015年の統計で発送、電電力量構成比で、石炭火力発電が62%を占めるのを、筆頭に、 中国電力でも56%、北陸電力でも64%を占めるなど、石炭火力発電が発電の柱となっている会社も多い。近年中国での経済成長による需要急拡大などを背景に2000年頃には約50億トンであった石炭の消費量は急増しており2010年以降は約80億トンとなっている。2010年代には 地球温暖化対策の視点などから火力発電所で使用される石炭は天然ガスと比べて二酸化炭素の排出量が多いことが問題視されるようになった。2016年に行われた第22回気候変動枠組条約定約国会議に合わせフランスは2023年、イギリスは2025年、カナダは2030年までに石体火力を廃止する方針を打ち出している。 また、アメリカでは、メキシコ湾岸ンン油田などの開発から、コスト的に天然ガスが優位となり、石炭火力発電所が次々に閉鎖される出来事もあった。ありがとうございます。